どうも、ゆうたです。突然なんですけれども、僕頭頂部がちょっとハゲてきてるんですよね。まあ、見てもらうのが一番早いと思うんですけれども、はい、こんな感じで結構やばいですよね。まあ、こんな感じでハゲ散らかしてたら、なんと育毛剤の案件をいただきました。育毛剤ゆうたさん、これちょっと使って宣伝してくださいよ、もうどうせハゲてるんだからみたいな感じで、こんなことならハゲてみるもんやなと思っちゃったりして、まあそういうことでですね、早速紹介させていただきたいなと思います。まあ物がですね、こちらプランテルエキストラっていうね、育毛剤なんですけれども、まずパッケージを開けていきましょうか。はい、こんな感じの、入れ物になってるんですけど、これまず蓋取ってですね、頭皮にですね、こう10回ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあ15回ぐらいにしときますか。まあ、こんぐらいちょっと適度に吹きつけて、で頭を揉みほぐす、こうマッサージするわけですよ。こうね、行き渡れ行き渡れって、成分行き渡れ、頼むハゲ治ってくれっていうね、この思いを込めてこう揉み込むんですね。これを1日朝と夜の2回行うことによって、なんとなんか薄毛が治ってくるらしいんですよ。なんでですね、まあこれをまあせっかくねいただいたんで、まあずっと毎日ね続けてみて、まあ今後どうなっていくのかっていうのをですね、まあ適宜皆さんにね、僕のまあ100日後にまあ死ぬワニじゃないですけれども、まあ何日後に生えてくるゆゆたの髪の毛ということでですね、まあちょっと皆さんにね一緒に見守っていただければなというふうに思います。それではですね、最後に育毛剤ハゲてたら案件もらってありがとうの歌を歌わせていただいてお別れとさせていただきます。それじゃあ。嫌だった僕の頭頂部、同世代のみんなはふっさふさなのに、でもそのおかげでこれを使ってくださいと育毛剤の案件をいただきました。